マネオイクのオイランの卵でございます。実際にマネオイクのカモノからオイランになるとカモノラシといって大抵大切にされました。一番後ろを行くのが万能神社でございます。通常のまま27歳の年季を迎えて引退した女性か、オイランを引退して後輩のオイランの師匠にあたる女性が来ました。オイランは肩貸しと呼ばれる男に形をかけ、止まったり歩き出したりの合図を赤を叩いて知らせます。もう片方の腕は肘を横にキュッと張っています。それを張り肘といって、オイランのプライドである肘と張りを再現しているのでございます。オイランは嫌なお客様が吉野太夫から。